どうもどうも、まさとです。はい、今回もこちら、マッサバのワールドからお送りしたいと思います。はい、こちら、白樺村ですね。農場の方に来ております。はい。あそこが、頂上の家ですよね。で、こちら、馬さんね、前に確保したところなんですけれども、ここ、もうすでに、これはなんだ、家畜小屋といえばいいかな。作ってあります。はい。こういう感じの家ね、まあ、私がよく作る形の、家畜小屋になるわけなんですけれども、すでにもう作ってあります。今日はね、こちらのスペースにですね、他の家畜、牛と豚と羊ですねを、連れてきて、形にしていきたいなというふうに、牧場ですねの形にしていきたいなというふうに思います。ということで早速始めてまいりましょう。はい、ということで中ご覧いただきましょう。今回はね、馬さんもね、ここに入ってもらっております。4頭ですね。で、あと、ここ3つスペースあるところに、羊と牛と豚かに入ってもらおうと思います。で、羊さんがですね、ここにいるんですよね。ここと、まあ、こっちにもいるんですけど、一番近いのここと、こっちの奥側にあと1頭いたと思うので、それをね、ちょっと連れていきたいと思います。まあ、石とレール、まあ、トロッコ作らんとあかんな。で、連れてこようと思っております。じゃ早速ね、ロケット花火いらないか。痛えな。ちょうど上行ってくれてるから、ここにいるはずなんだよね。ここら辺に一頭いなかった？あ、ここいるね。はい。でいいかな。つないどきましょうか。あちこち行かれると困るので。おーい。気づいた？重そうだな。カクカクしてるよ。多分ね、これ、拠点の方のね、あの動物増やしすぎた影響がちょっと出てるんだと思います。とりあえずここら辺ぐらいから上げていきますか。で、牛と豚はね、多分同じ位置にいたと思うので、螺旋階段で上げてこようと思います。で、入るようにしましょう。ここをやって、あとパワードレールで、これでいけるっしょ。で、動力つけていきます。で、トロッコ作ります。はい、乗りましたね。あ、取れるんか。この子が乗らん、乗った。はい。じゃあ、送り出しましょう。あ、そうか。行ったか。強引だな。はい、羊一匹確保。取ったんだっけ。はい、じゃあちょっとこれ回収して、レールとかはね、ちょっと後でまた撤去しておきます。先に動物集めるのを優先します。で、出れないようにちょっとしといて、羊は OK。あと、豚と牛だね。ですね、多分こ、どっから見れたっけ。ここ、豚いますよね。豚と牛さんいますよね。こっから、連れてきて、こっち側にあるので、道があるので、こっちからこういってぐるんぐるん上がってこようと思います。下下ろそうか。安全確認だけしとかないといけないね。ここら辺暗いんよ。ここは敵いないか。で、どうやって下ろす？こっち水。
に落とそうか。死んじゃうかな。じゃあね、一番安全策、ここ水流したら、そしたら大丈夫でしょう。これでまず豚よ。はい、落ちてらっしゃい。あ、そのまま、あ、死んじゃったやっちゃった。じゃあ牛一緒に降りるか。じゃあもう一個水流すか。こっち側ね。そしたらあれじゃない？ダメージ受けながら。あ、暗い、ここ暗い、やばい。ここ湧き潰ししとかないとやばいね。羊までついてきてる。どっからあげよう。あ、こっちも羊いるじゃん。ここら辺からあげようか。ちょっとここつないときます。ああ、お前まで来ちゃったのか。あんたはいらない。で、柵を戻してと。はい、 OK ですね。ということで一応通路までね、牛と豚それぞれ2匹ずつ連れてきました。じゃあね、ちょっと時間かかるんですけど、螺旋階段でね、連れて行きたいと思います。じゃあ牛さんから行こうか。じゃあ行こう。2匹ちょっと試しにね、1匹ずつ連れていきます。ここ螺旋階段ね、柵ないんでちょっと危険。あー、一気に行っちゃう。ちょっと試しに行ってみようか。あ、じゃあ連れていきましょう。で、これ小麦持って、これならついてくるでしょう。じゃあ上がっていきましょう。落ちないことを祈る。落ちたらやり直しですからね。あ、来てくれますね。来てる？引っかかってる？最後なんだから落ちないでよ。よし、オッケー。あと直線ですからね。あ、ここは一応上でハーフ設置してるから乗らないね。はい、入って入って。いや、とりあえずここら辺に繋いでおきますか。じゃあ次豚さん連れてきます。はい、あともう少し。はい、完了ですね。これで OK ということでございます。ここつないでおいて、あとね、こっち側にちょっと畑作りたいと思います。1、2、3、4つ。うん、でいいかな。こんなぐらいでいいか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で水を入れます。無限水源にして、でここを水源にしときます。で1、2、3、4、向こうかな。1、2、3、4、5ですね。一応ね、小麦と人参
をここでちょっと栽培してね、繁殖とか餌とかねさせるためにここに畑を作ります。必要なんでね、もうちょっと増やさなきゃいけないんで、ちょっと寝泊まりできる場所も作らんとあかんかもしれんね。小さい小屋ね、向こうまで戻るのちょっと時間かかるんで、種ですね。はい、 OK でございますね。でこっちだけオフセットさして、ちょっと内側にやってこうしときましょうか。でこれで明かりは OK と。でちょっとだけ大きくしときましょうか。32ずつですね。あ、人参の方がよく使うですね。はい、って感じでございます。これで畑 OK ね。はい、ということで、繁殖させております。こういう感じでございますね。一応ね、水飲み場も作りまして、で俵もちょっと、もうちょっと置いた方がいいかな、ところどころね。はい、このように置いております。でこちらね、畑の方もこのようにもう育っております。ここからね、収穫してまた餌としてね与えて繁殖させたりやっていけたらなというふうに思います。で中の方もね、入ってきちゃった。このように一応入ってます。うん、まあこれはもう増やさないかな、一応ここまでにしておきたいと思います。まあ、こんな感じで一応農場完成ですね。あともうちょっとなんか飾り、つけたいよね。何か置きたいよね。何があるんだろう、農場といえばね。うん、その辺また、思いついたら設置しておきたいなというふうに思います。はい、ということで今回は白川村の、頂上ですね、に、農場の方、完成させてみました。農場というか放牧場ですね。放牧場、完成させてみました。これでね、一応この動物たちも自然豊かな場所で、暮らしていけることでしょう。はい。なかなかいい雰囲気じゃないかな。もうちょっとなんか、やってみたいなとは思うんですけどもね。はい。ということで今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。